い、はい、ということでね、阿蘇中岳、はい、阿蘇山ロープウェイの麓の方ですね。この天気だっちゃったら、ね、これ右行ったら逆走だよね。さっき矢印どうなるのこれ見えないの。逆じゃなかったのかな。逆走もそうもないんじゃないどっかでなこれ。で何を話してたんだ今日ね。この天気なのでね、もう霧でどうしようもないので、はい、U ターン、まあ、とりあえずね、こんな感じの道っていうところで、ね、帰ろうかなと。もう今日は道の駅巡りで、うん、ついでにダムがあるから、こんな感じで。この先しばらく道なりです。今日は景色を諦めましょう。よかった。二泊目ちゃんと温泉のいいとこ取っといて。確かに、そうね。悩んでたんだよ。眺望のいい宿にするか、眺望はそうでなくても温泉のいい宿にするかとかね。うん、その両立を考えたりとか。GPS を待機中です。温泉メインに考えてる。もう完全にリベンジ。これで満足はできないですね、さすがに。霧千里でこれ。でも意外とみんなが一人いたね。いたね。諦めがつかないですよ。だから特にね、ここ見に来ようと思ってた人、これ選択肢がこう少ない人たちは、ちょっと行ってみようかって。どうしてもこう、せっかく来たんだしっていう。ほら目的がいろいろあるから。眺望が悪ければ道の駅、ね、推し進めていけばいいんじゃねえのって言われて、マニアックな動物注意はあるから高速道路であれ見かけたらちょっとテンション上がってくる。まあ高速道路で、ね、常日頃からねあちこちに行ってるとね、問題なのはね、リベンジしなきゃいけない場所が増えてくんだよね。これ絶対眺めいいってこれ。そりゃそうでしょ、こんだけ。うん。若いとこだし。展望所みたいなのもちらほらちらほらあるしさ。いや、お前こんだけ高いしって言ってるけどさ、どんだけ高いか分かってんのこれ、この状況で。朝のてっぺんぐらいですね。で、本当に。そうなの？大して高くはない。もう頑張ってる。まじな。今日だ、ほら、もう、1時半だから。
道だけだって行くんだよ。ナビで道の形状教えてくれんだからさ、全然何にも気せず突っ込んでくるんだよ。それでも持っていく人は持っていくかもしれない。宮島に。何が何でも持っていくって楽しみを覚えて。海の方も何にも見えなかった可能性あるよ。海上も燃やるからね。部屋を向いた2階の方でしょ。2階っていうか上の方でしょ。2階の方でしょ。住宅かよ。22階以上だよ。もうちょっと下の方がね、あの雲が切れてる、見晴らし良かったんですよ。22階のあたりから上がこう、何にも見えない。何も見えない。
ンバーとか。いや、そう、そうじゃなくって、こんなでも多いんだと思って、なんか。だからね、観光名所ですから。ね、筑波山、しない。してないよ、別に。筑波山こんなだったら誰も来ないの？まあ、来ねえよ。俺も行かねえし。いや、むしろあの展望を楽しみに行くんじゃなくて、走りに行くぐらいだったら。迷ってても道の形は分かってるからね。ああ、これ絶対眺めいいんだ。眺めいいんだこれ。どこだったら晴れる。どうだろうね。今日雨の日曇り。これ意外ともう梅雨入ってたりするじゃない。でもこの日はまた入ってるでしょ。そうなの。明日の朝来るか。朝行って、うん、なんか、どうなんだろう。ホテルからすぐ近くじゃん。明日の朝天候見てさ、ここ行けんじゃね。ホテルのフロントの人とか、どうですかね。今日大丈夫そうですね。じゃあ早速リベンジだ。が痛い。こっち見て。高級鶏肉なんだ。ユキシ。らしいよね。美味しいんでしょ、なんか。うん、
3人もこの天気で観光バス。ここすごいね。でもコースはでも、まあ、帰らないね、なかなか、うん、もう決まっちゃってたら。なんとか記念品って今書いてあったね。久々になんか目的がほとんどないような感じで走る、うん、いいですね。お腹空いた？いや。の一つ入れてもいい良さそうな雰囲気で。なんなら宿行く前に、うん、
標700メートル先阿蘇駅前を右方向です。右方向です。道の駅阿蘇の別に寄ってってもまあ寄っててもいいぐらいだけど別に、
白。およそ700メートル先、宮地駅前を左方向です。あの、この前行った時もあってね、その大分の別府の、宮地駅前を左方向です。まもなく阿蘇神社入り口を左方向です。その先左方向です。前はそこから入ってる気するけど、ね、左方向です。そうだったっけ、なんか前、うん、裏道じゃなかった。あ、違かった。こんなところ通ってないよ。向こうから入ってきてこう来て、そこ止めたんだよ。あれ、そうだったの。御神村のところ目の前の車で通ってないし。てか、むしろ車向こうに止めたんだ。あ、そんであっちからつか歩いてたのか。
今度と。待って、そっちでよかった。なんだよ。そうだ、あそこの駐車とか見ながら駐車場があるって言ったの。どこに止めようとしてんの？あれ？あ、こっちか。お前本当にさ、相変わらずバックができないの、まだ。多分牽引バックだったらあなたできるよ。なんで？牽引バックって逆半から入るもんだって。もうちょっと右側になんか曲がってるね、私。あなたいつも牽引仕様のバックをしてるよ、いつも。牽引してないの、何も。どうなってんだ、これ。お前がどうなってんだよ。なんで一旦反対方向にハンドル切る必要があるんだよ。牽引車両じゃないですかね、この車。なんでさ、こんだけだだっ広い駐車場でさ、3回も4回も切り返しが必要なのか理解できない。はい、はい、ということで阿蘇神社です。このね、バックの切り返しにはつけてられないですよ、もう本当に。てか、ここで食べててもいいんやん。だってあんま食べるもんないでしょ、ここ。